はい、どうもこんばんは、マキルです。はい、ということでやってまいりました、ハイタッチ会。はい、ということでね、もうハイタッチ会来たんですけど、まあもう本当にね、ハイタッチ会来た人とかわかると思います。もうね、自分で言うの恥ずかしいけどね、人だかりがすげえんじゃん。もう人だかりがすごすぎて、毎回でもありがたいんですよ。めちゃくちゃありがたいの。まあそうなるのも仕方ない。待ち時間長いし、その間に YouTuber 見つけてってなったら、そりゃ声かけたい、そりゃハイタッチしたい、そりゃ写真撮ってもらいたいとかありますよ。じゃ逆に何をしたらバレないのか、もう完全変装で行ったらバレないんじゃないかということで、今回完全変装で乗り込みたいと思います。もう帽子かぶって、このね、髪がね良くないんですよ僕。髪色でこれするじゃん。でもあともうこの青ひげが良くないから、マスクでそれは隠します。もうこれでも十分だと思いきや、もうピアス、もういかつさでバレちゃうんですよ。なんでもう完成。はい、ということで、もう今回もこの完全装備、装備だね、完全装備で完全武装でいきたいと思います。でもうどっちにしろね、あのハイタッチの段階でももちゃんたちに「はい」ってもうバラすんで、わってなるのはもうしょうがないと思ってます。なんでもう徐々に徐々に何をしたらバレていかないか検証していきたいと思います。モニタリングです。だって今までだったら会場入る前で終わってるから。俺この写真見てください、もうやばいでしょ。真ん中にいるのは私ですから。ということで早速いきましょう。じゃあ、まあ、ももちゃんに会うのが僕はもう第一なんで。はい、ということで始まりました、どこでバレるハイタッチ会モニタリング。さあ行くぞ。はい、ということでね、今回はアフレコを入れてねお送りしていきたいと思います。ということで今回は横の入り口から入っていきました。ということでスタート。はい、ということでね、もう早速会場内の方に入っていきたいと思います。あ、入ってすぐの時はね全然人がいないんで安心なんですけど、やっぱりちょっと怖いですよね。はい、ということで会場中央に行くにつれて人もだんだん多くなってきています。でね、この辺りから端の方でトレカ交換とかでみんな立ってるんですよ。なんでね、端の方に人が集まってたんで、今回ね真ん中の方ね、できるだけ歩こうと思ってね歩いております。はい、ということでもう2分経ちました。いや意外とねバレないんですよね。まあ、マーキーもキョロキョロしておりますけど、まあ緊張感は走りますね。おっと、ここでフードを脱いだ。さあこれでね、どこまでいけるかが勝負ですよ。これが第一段階のあれですからね。まあフードを取ってね、結構バレると思うんだよね。ピアスも見えるし、後ろの方金髪の方見えてるし、あれこれバレましたかね。いやここで声かけられたらアウトなんですけど、はい、ということでね、気を取り直して先に行きましょう。はい、ということでこの辺りからね、中央口付近になります。なのでここでバレる確率が一番高いと思うんすよね。もう大丈夫、全然大丈夫よ。いやもうね、ここまでね余裕だとね逆にビビるわ。はい、ということでここで来ました、マスクちょい下ろし。いやもうここまで来たらもう本当に余裕ですわ。もうあと帰って出口行くだけですからね。はい、ということでね、もうこの辺りでマーキュリー勝負仕掛けてくる。来ました、この余裕の動き。もうねここでね、もう眉毛見えますからね、もう顔の半分以上がもう見えてる状況ですよ。これで出口まで行けたらマジでかっこいい。やばいよ、いけるよ。はい、あ、はい、ピアスとかでも買ってらしいです。いただきます。どうもどうも。眉毛は？あ、描きます。いいよ。もっと、もっと、もっと。